ミスター X です。2000万の話でしたね。世界一簡単な働き方改革ということで、じゃあいくら稼いだら幸せになれるのっていうところで、2000万円っていうお話をですねさせていただき、そして30万円の商品を作って、それを70人に売れば2100万円ですよね。まあ、そこまでいらないですかね。67人ぐらいでいいと思います。それで2000万超えてくるかと思います。じゃあ2000万円稼ぐために30万円の商品を売る、売る前にまず商品を作るっていうんですけども、何か自分に強みがないと厳しいんですよね。何でもいいと思いますね。一生かけてあなたをプロ、めちゃくちゃ泳ぎを上手にしますとか、一生かけてあなたをめちゃくちゃ書道を、字をきれいにしますとか、あとなんだろうな、一生かけて、料理の腕前を向上させるためにあなたに情報提供しますとか、まあ、一生かけてっていうのは、まあ、なんかね今ちょっと降ってきたのでお伝えしましたけども、一生かけて自分のために尽くしてくれるなら30万ぐらい払おうっていう気になりませんか。まあ、そこに何かしらのそういう社会的な、地位というかいうものがあれば、もっと信頼は上がるので成約率は上がるかと思います。うん、っていうことで、やっぱり何かしらの自分の武器ですよね。武器、誰かに褒められるような武器を持つ。ああ、いいねそれって、私もそれやってみたいとか、それ欲しいとかっていう武器を持つ。ないのであれば今から作るっていうことをすれば、30万の商品を作って、でそれを67人ぐらいに売って購入していただいて、で2000万円の収益を上げる、まあ、コンサルティング的な情報販売ですね。情報を販売するっていうことで、コンサルティングって何かって言ったら、情報を持ってる人が情報をない人にお伝えするだけなんですよ。情報を持ってる人が強い、で川上から川下へ流していく。川上が情報を持ってる人、川下が情報を持ってない人に向かって情報を流すだけなんですね。これでもう話終わっちゃったんですけど、あとね2分ぐらい喋ろうと思います。じゃあ30万作るために、で30万円稼げる商品を30万で売ったら、ちょっと詐欺かなって思うんですよ。まあ、詐欺とは言わないですけど、で100万稼げる商品を30万で売ったらどうですか。100万稼げる商品を30万で売ったら詐欺ですかね。じゃ単純に、まあ、これ答えが出るかどうかわからないですけど、宝くじを買って当たらない、当たるってあるじゃないですか。これって詐欺ですかね。でもお金を稼ぎたい、お金が欲しい、夢を見たいっていうことで、まあ、例えば1枚300円で3億円とか5億円とか夢を見るわけですよね。そこにはお金を払うけども、かなりの高い確率で、かなりの高い確率で、30万払えば100万稼げるスキル、ノウハウが手に入るとすれば、どちらを選びますかと。まあ、かたや10% は返ってくるのか、宝くじ 10% は返ってくるんですかね。で3000円返ったら300円ね、連番で買えば返ってきますから 10% は返ってくる。で片や30万払って100万が稼ぐことができる、ほぼこれは確実に近いノウハウだったらいかがですかっていうところですよね。30万の 10% だから3万円ですか。30万払って3万しか返ってこなかったらきついですよね。27万赤字ですから。でもまずはお金を払ったらトントンまで持っていきましょうよってところですよね。これは可及的速やかにやらないといけないことだと思います。例えば30万の商品を買って100万稼げますよ、だったら30万すぐにやってしまう、すごい勢いでやる、熱量はいりますけども、もうかなりの確率で稼げると思います。
でさらにそこからプラスアルファで利益を出していく、そこからがスタートですよね。でトップバズ、ここでいきなりトップバズ出てくるんですけど、じゃあトップバズでいくら稼げるのって言った時に、私たち講師3人ですね、トップバズ塾の講師3人でだいたい300万ぐらい、今月で300万ぐらいいくんじゃないかな、300万ぐらいの収益が上がってるノウハウを、お渡しする。で1年間に、まあ、月に3万は稼いでほしいですね、月に3万は稼いでほしいっていうのが私たちの塾のですね、思い。できれば5万です、できれば5万稼いでほしい。でもいろいろですね、動画がなかなか投稿できませんとか、時間がないですとか、忙しいですとかっていう理由がある中で、その中でも3万は稼いでほしいっていうのが、まあ、ミスター X のまずは思いですかね。一緒に稼ぎましょうよということで、じゃあ例えば3万円稼ぎましたと、毎月3万円稼ぎました、じゃあ36万円です、年間36万円稼げました。で トップバズ塾の一番高い、塾の入塾金額が14万8000円です。14万8000円、じゃあ14万8000円を年間でか、ペイできる、ペイできますよね。14万8000円、36万円稼いでるわけですから、なのであ と, 21万円ぐらいですか、21万円ぐらいが分ぐらいがプラスになるんですね。21万円分がプラス、それも最低ラインです、最低ライン。これが月5万になれば60万になる、60万になって60万引く14万8000円になってくると、いくらですか、45万ぐらいですか、45万で15万ぐらいですよね、プラス45万ですよ、プラス45万っていう感じになっていくんですよね、まあ、あとはこれを、まあ、検証結果、トップバズの検証結果もね、いろいろ出してますけども、あとは最後は自分がやるかやらないかだけですね、で今回トップバズ塾ビッグデータバンクっていう商品はもう非常にそういった作業の手間を極限まで減らすことができる商品という内容になってますから、もう願ったり叶ったりで、もう最高の商品ができました。はい、もう言っちゃいます、最高の商品ができましたということで、この動画ちょっともしかすると終わった後、このトップバズ塾ビッグデータバンクの商品販売が2019年6月24日の23時59分までなので、もしかするとこの動画見ていただいた方はもう終わってるかもしれない、これもご縁ですよね。もしどうしても購入したいという方が出てきましたら、まずはお問い合わせくださいませ。まあ、ここまで見てる方はほとんどいないと思いますけども、ではですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。